第10回目です。今日は また下がっております。マイナス124万ですね。もっとマイナスになるかなと思ったんですけど、200万ぐらいマイナスになるかなと思ったけれど、まあここら辺で住んでるからまだいいかなって感じですね。今日もテスラはもう 22% 下がってますね。買った時から電車ですね。で今日は573ドルと、マイナス 10% 近いですね。もうまたサーキットブレーカーが今日はダウンの中で発動したんで、まあいくらかそれでいいんですけど、それでもダウとかもひどいっすね。引き続きコロナウイルスと、この下げの最大の要因はコロナウイルスと石油の価格下落だそうです。2つが相まって、下がっております。テスラは特にガソリンがない車なんで、それが最大の売りなのにガソリン価格が下がっちゃうっていうのは本当にマイナスですね。逆風コロナウイルスだけでも逆風なのに、両方できついですね。もうこれは売っちゃった方がいいっすね。普通に考えればチャート見てももう損切りも 5% とかって言ってたんですけど、全然守れてなくて、もうチャート見てもらって、マックスで全期間を出してるんですけど、まあ、こう結構大きく上がってるんですけど、まで下がってきちゃって、もう移動平均線までつきそうですね。もうこれはもう完璧に普通だったら売らなきゃいけないかなって、なんかこう下げ止まる感じがまだしないですよね。上がるか下がるかで見たらまだこうここに足をつけた時に塗るってまだ下に行っちゃいそうですもんね。突き抜けてこう抵抗線みたいな、あれ足場みたいのがつかない限りには上がらないですよね。それがどの辺なのかっていうのはわからないんで、
番嫌なのは損切った時に上がり出したら一番嫌だなって思ってるんで、まだ持ってるんですけど、これだとまだ下がるような感じですよね。で、出ないんで、翻訳も出ないですね。パソコンが悪いんだと。落下ナイフを捕まえる。誰がこのものっていうのは多分テスラの株だと思うんですけど、春だ、今買うだろうか。落下ナイフを捕まえよ。まさにその通りだと思います。もう落ちるとこまで落ちちゃいますね。400万までプラスで1ヶ月ぐらいで倍ぐらいになったんで、自分も400万ぐらいプラスだったんですけど、もうそこから落っこっちゃって、まだマイナス50万ぐらいになっちゃいましたね。1回途中で売ったんで100万の利益出たんですけど、130万ぐらいもマイナスなんで、30万ぐらい全部でマイナスですね。これですね、ガソリン価格のため電気自動車の鉄道により多くの費用かかるようになります。こうなっちゃうと本当意味ないですね。シェールガスなんかもそうなんですけど、ガソリンの価格自体下げられちゃうと、もう旨味がなくなっちゃうんで、それのせいもあって下がっちゃってるんですよね。具体的に電気自動車っていうのは必要だと思うんで、そういうのもあって買ってるんですけど、明日450と本当下がると、まあ、安値で買えて嬉しいですって人と、これまだ下がりますね。そこじゃないから、もうちょっと待った方がさらに安く買えるんじゃないかなと思う。スタンレーが
目標価格下げたんですね。$500から$420、$500から$480下げたんで、それも悪影響してますね。とにかくもう、モデル Y とかサイバートラックの工場地を探せるとかっていう材料よりもそっちの方が大きいんで、それに負けちゃってますね。あとは全体の動きでも、もうダウ自体もすごいですよね。あとはどこまで下がるかだと思うんですけど、ここが前の安値の時なんですけど、中国との関税戦争かなんかの時だったんですけど、違ってたら申し訳ないんですけど、そこよりも下がってるんで、次はどこら辺なんですかね。そうするとこう2016年ぐらいまで株価が遡るかなと。さすがにでもここまで来ないと思うんですよね。で、一応もう一つ、ラッセルっていう、これはYouTuber の高橋ダンさんが、これを見た方がいいって言ってたんで、丸飲みなんですけど、これだと、これはちっちゃい会社の、日本で言うとマザーズとか、とかジャスダックとかそういうレベルの表なんですけど、あ、マザーズとかに上場してる会社か、ジャスダックとかそういう会社なんで、早めに動きがこっちの方が早く出るっていうことなんですけど、これもおそらくこう下げてて、これはどこまで、これも下がってて、これは2016年まで早く行っちゃいそうっすよね。だからここら辺がそこなんじゃないかなと思うんですけど、2016年ぐらいまで下がれば戻ると思うんです。あともうちょっとだと思うんですよね。ここ1、2週間だと思うんですよね。最後暖かくなればコロナウイルスも引っ込むと思うんで、あともう少しだと思うんですけど、前もいつもそうに言ってるんですけど、本当に壊せないんじゃないかな。だいたいいつも、もう永遠に下がるんじゃないかって思った時が、だいたいそこなんですけど、だいたい自分の感覚だともう、本当に、このままいったらもう、ゼロになっちゃうんじゃないかなって思わせるような時が、だいたい下げ止まりの時なんですけど、いつもそこで損切って、その後上がって、ただ損するだけになっちゃうんですけど。まあこんな感じですね。まあ、とにかく、高橋さんも言ってたんですけど、何もしないことがいいって言ってたんで、待つしかないかなって、思いますね。で、これ収束すれば、すぐ上がると思うんですよね。空売りの人たちが買い戻しに急いで買い戻すと思うんで、もう少しだと思うんですよね。もうやっぱりもう本当に悲観的な、もうダメだっていう思った時が大体そこなんで、そこから上がってくんで、いつも。だから素人とかだと、まあ私みたいなんだといつもビビって最後打っちゃって上がってくの見送っちゃうっていう、そういうパターンになっちゃうので、もうそろそろだと思うんですけど、じゃないとちょっと待って、まあこんな感じですね。はい、皆さんもいいトレードができますように。今日もありがとうございました。はい。